フェラーリ375回1はスクーデリアフェラーリが1950年から1951年にかけて使用したフォーミュラワンカーである。F1 世界選手権においてフェラーリが初優勝を遂げたマシンとして知られる。名称の375はエンジン1気筒あたりの排気量 375cc を表す。本記事では 開発順に 3300cc のフェラーリ275回1、4100cc のフェラーリ340回1、4500cc のフェラーリ375回1について説明する。フェラーリは1950年の F1 世界選手権にスーパーチャージャー付き 1500cc エンジンの125回1で臨みながら、直主力となる。 自然吸気エンジンの開発を進めていた。自然吸気エンジンは、下級エンジンに比べると出力では劣るが、燃費が良いためレース中にピットインして、再給油する回数を減らすことができるというメリットがあった。この路線変更の決断には、前年のベルギー GP で125回1が、自然吸気エンジンのタルボラー後に破れた影響があったとされる。エンジンの開発は、 アウレリオ・ランプレディが担当し、排気量を段階的に増やしていく方法をとった。最初に完成したのが275エンジン、次が340エンジン。レギュレーション上限の 4500cc まで拡大した、完成型が375エンジンである。これらは、ランプレディエンジンと呼ばれ、レース用スポーツカーや高級 GT カーにも使用された。 275回1のシャーシは125回1のものを流用したが、340回1から新シャーシとなった。1951年には、シリンダーヘッドの新設計、点火系のツインプラグ化により最高出力が380馬力に向上した。このマシンは区別のため、フェラーリ375回1、51とも表記される。イギリス GP で、 フロイラン・ゴンザレスの乗る375回1が上昇アルファロメオ159を破り、フェラーリの記念すべき F1 初勝利を実現した。1952年シーズンは世界選手権が 2000cc の F2 規定で行われたため、375回1は排気量制限のないフォーミュラリブレで使用された。フェラーリは シリーズ第2戦に組み込まれていたインディアナポリス500に参戦するためオーバルコース向けにホイールベースを延長したフェラーリ375インディをアメリカに送った275回位置は F 1は F1 第5戦ベルギー GP から投入されたが次戦フランス GP では不調のため出走をキャンセルした7月末の非選手権ジュネーブ GP で340回 1>, 1が登場し、9月の地元イタリア GP で375回、1がデビューした。エースのアルベルトアスカリは、途中からドリノセラフィーニのマシンに、乗り継ぎ2位に入った。アルファロメオ不参加の非選手権、ペニャリン GP では1から2から3フィニッシュを決めた。オフシーズンの開発により375回1は、戦闘力を高め、開幕からアルファロメオと接戦を演じた。 迎えた第5戦イギリス GP、途中加入したフロイラン・ゴンザレスが、同郷のファンマヌエル・ファンジオの追撃をかわして、初優勝を記録した。その後は、完全に、フェラーリ優勢となり、ドイツ GP、イタリア GP で、アスカリが連勝。最終戦スペイン GP は、アスカリとファンジオのドライバーズタイトル決定戦となった。しかし、フェラーリ勢はタイヤを、 通常の17インチから16インチに変えるという作戦が裏目に出てタイヤトラブルに見舞われファンジオのチャンピオン獲得を許した375回1はフェラーリワークスチームのほかイギリスのプライベーターチームバンダーベルが新オールスペシャルとして使用したドライバーはレッグパーネルとピーターホワイトヘッドが交代で乗った フェラーリ375インディインディ500は F1、開幕時から選手権レースに指定されていたが、実際に出場したのはフェラーリが最初だった。これは、エンツォフェラーリの旧友であり、アメリカで、フェラーリ販売代理店を営むルイジ・キネッティの、働きかけによるもので、375インディの3台に、地元のプライベーターが乗り、ワークスからは、アスカリ一人が出場した。 プライベーター勢は予選落ちし、決勝に進んだアスカリもホイール破損のため序盤に、リタイアした。林信二ジーロ監修。F1 前市第9州1950から1955、F1 世界 GP の夜明け、メルセデスム配信は、三栄書防。 ピアニッシモ十19ページ、フェラーリドットコム,ートコムオールモデルズ275回、1、フェラーリドットコムオールモデルズ340回、1、フェラーリドットコムオールモデルズ375回、1、磯部陶器、フェラーリ、F1 レース出場の記録1947から1997年、スクーデリアフェラーリ1947から199750年全記録、ソニーマガジンズ、 1998年1月106ページ2010年3月3日閲覧当時のレギュレーションはドライバー交代が認められておりマシンが故障したらチームメイトのマシンを譲ってもらうことができた。キネッティは1949年のルマン24時間レースでフェラーリの初優勝を成し遂げたレーサーでもある。 フェラーリの北米プライベートチーム、ノースアメリカンレーシングチームの代表として、フィルヒル、ダンガーニーラを F1 回に送った。ファースト F1 ウィンセブンティースアニバーサリー YouTube、ハットザ・フェラーリ 375F1 ローリングイン、シルバーストーン YouTube。ありがとうございます。